兵庫、伊丹市議の花田康次郎氏が17日夜、自身の XQ ツイッターを更新。伊丹市の藤原康幸市長と宝塚市の山崎春江市長が、同日に兵庫県知事選で当選した斎藤元彦氏の選挙事務所を訪れていたことを、暴露した。花田氏は、藤原氏と山崎氏が、ちょうどにショットになるような写真を掲載。 斎藤元彦事務所前、伊丹市長と宝塚市長もいました。と短く報告した。藤原氏と山崎氏は、知事選に勝利した斎藤氏の祝福に訪れていたと、見られる。ただ、藤原氏、山崎氏ともに、今月14日に、斎藤氏の対抗馬である、稲村和美氏を支持することを表明していた。二人は、稲村氏支持を打ち出した、市長会有志22人のメンバーに名を連ねていた。 あまりの変わり身の早さに、ネットからは、あなたたちは、稲村事務所に行きなさいよ。反斎藤さんの22人のメンバーではなかったですかもうすり寄ってきたということですかね。見事なまでの手のひら返し、斎藤さんが許しても、私たちは忘れませんよ。と呆れる声が上がった。さらに、どちらも来年人気満了で、市長選ですが、一体どうされたんでしょう。謝りに来たとか。 伊丹市長選は2025年4月宝塚市長選も2025年4月人気満了での予定ですと来年4月の市長選を見越しての行動だと推測する指摘もあった以下は視聴者からのコメントで宝塚市は共産党や立憲民主党の影響が大きく高齢者や障害者福祉にかける予算割合が異常に多かったため子育て支援や 都市再開発が近隣市と比較して大きく遅れている問題点を指摘する声も聞かれたがこれまで組織票に黙殺されてきた権威がある今回立花さんが対立候補を置くことでこの点が明らかにされ有権者の関心を呼んで姿勢を変えられるチャンスがあることは市民にとっては歓迎すべきことだと思う22の市長は 公職選挙法違反に抵触する可能性もあるでしょう。公人の他の選挙に対するルールを逸脱しています。この市長たちの宣言が彼らの行革に対する立ち位置をはっきりさせたとも言えます。次の選挙で何人に生き残れるかが楽しみですね。アメリカ大統領選でトランプさんが圧勝だったのにマスコミは自分たちの希望を 先導目的で良い勝負とか事実と違う報道をしていた。今回の知事選もアメリカ大統領選と同じようにマスコミのうさんくささが露呈してしまった。事実を報道しないオールドメディアはこの先経営が苦しくなることを理解しなければならない。立花さんが両市長選に資格を送り込むことを予告してるからね。 土曜日までは高食って無視してたけどこの結果になって立花さんの威力にビビったということなのだろうだからこそ斎藤知事にすり寄って立花さんの介入を防ぎたいってことかもただ昨日も立花さんがおっしゃってたけど立花さんは斎藤知事と仲間ではないからこの行動でも資格は送り込んでくるはず長いものに巻かれる処世術に長けた2名の市長 その程度のものが市長になっているのでしょう。知事へ返り咲いた斎藤さんは県民の評価を得ていることがはっきりとしました。県民の評価とは裏腹に県政を担う県会議員や県職員は古くからの県益を守り変化を嫌っていることが浮き彫りとなりました。古くから県人の椅子に座る者たちのお役御免の時期なのかもしれません。 県外市町村の市町村長も返り咲くと思っていなかったのでしょうが本日以降お祝いわゆ駆けつけることでしょうこれで兵庫県民の意思が示された以上は議会も各市町村も知事に背中を向けているわけにはいかなくなりましたね県民いや他県の人も見てますあまりにも非協力的態度なら自身の政治生命も危うくなりますどうか協力して最低この4年の間は 兵庫県の前身のために知事の方針にも従い尽力してください。